今日午前6時にマリアナ諸島で台風21号が発生をしました。台風21号、来週後半以降の動きに要注意となりそうです。まず雲の様子をご覧ください。現在の雲画像を見てみますと、日本のはるか南の海上ですね。日本のはるか南の海上、この辺りに雲の渦巻きができ始めております。これが台風21号の雲となります。この後の 予想進路です、えー、しばらくは西寄りに少しずつ発達をしながら進む見込みですで来週水曜日になりますとこちらの予報円に達する見込みでして三十、まあ、日の午前三時には最大風速三十メートルとなって暴風域を、えー、伴うようになる見込みですでこの台風ですけれども来週後半少しずつですね予想の進路が北寄りに 変化していくような形になっておりますけれどもこの後来週後半にかけては沖縄地方に接近をする可能性があります台風徐々に発達をする見込みですのでその来週後半以降の動きに関しては十分お気をつけください最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます